はい、皆さんこんにちは。 B2TX リーダー奥山ビービンです。今回は前編後編に分けて僕がよく普段しているメイクを紹介していきたいと思います。というわけでね、今日は前編というわけでベースメイク編をやっていきたいと思います。まずね、すっぴんになってからしっかり皆様に自分のメイクを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけですっぴんになりました。沖縄帰りということもあってかなり日焼けもしましたね。コンタクトをねつけたいと思います。コンタクトはですね、こちらのディファインの2ウィークアキビューを使ってます。色はビビットスタイルです。多分ね、メガネが悪いんですよ。まあここからいろいろ変身していきましょう。ということでコンタクトをまずつけました。なんかディファインはすごいナチュラルに色を変えてくれるのでとてもおすすめです。なんか黒目をでかくしたいっていうよりも、なんか自分は髪の毛が明るいのでそれに合わせて目の色も変えてるっていう感じです。はい、というわけで早速スキンケアしていきたいと思います。まずはこちらです。じゃらーん、コス RX。 こちらはですね、あの韓国の拭き取り化粧水となってます。すごいなんかおじさんの、おばさん、おじさんかおばさんの絵が描いてあって可愛いです。すごい、これはですね、サラサラした面とボツボツした面があって、なんかこれで拭くことによってすごい顔の角質を落としてくれて、しかもニキビケアとかにもなるのでかなりおすすめです。このボツボツした方でこの T 字、大体 T 字周りをやって、そしてこのサラッとした方でほっぺとか全体的に優しくやってきます。優しく優しくやります。これで全体的に拭くとすごい汚れがすごいんですよ。見えるかな、なんか多分寝てた時の汚れとか昨日の夜洗顔で落としきれなかったやつとかもすごいこれで綺麗になってくれます。はい、そしたら次に化粧水をしていきたいと思います。化粧水最近使ってるのはこちらです。ダダーン、キュレルの、化粧水です。すごいエイジングケアシリーズの、すごい乾燥肌とか敏感肌の人も使えるってやつをスープッシュぐらいしてなじませていきます。すごいこれ、あの化粧水なんですけどトロッとしてて保湿されてる感じがしてめっちゃいい感じです。はい、そして次は乳液を塗っていきたいと思います。乳液使うのはこちらです。アンブリオリスのモイスチャークリーム、保湿クリームです。昔メイクさんが使ってておすすめされたので、もうそれからもうずっと4本5本こちら使ってます。これすごい保湿もできるし化粧下地にもなるらしく、とっても優秀なクリームだそうです。はい、塗り終わりました。ここであのすぐ化粧するんではなくて、ちょっと表面にね吸収されなかった分の保湿クリームをティッシュで落としていきたいと思います。軽く。そしたら早速下地からやっていきたいと思います。今回使う下地はまずこちらです。イヴ・サンローランのラディアントタッチプラープライマーの1番です。これはねすごいんですよ。あの肌のボコボコをとかを全部さらっと埋めてくれるんですよ。なんかすごい、なんかこれ自体もすんごいキラキラしててめちゃめちゃ綺麗なんです。落としました、すいません。ま
これを塗ってきます。なんか鼻のテカリとかもこれをしとくだけでだいぶ変わります。塗り終わりました。すごいサラッとしてます。はい、続きましてもう一つ下地を塗っていきたいと思います。次に使うのはこちらです。じゃーん、ポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマー N01 番です。これはですね、本当に使ってる方も多いと思うんですけど、まずすごい、まず肌をね少しね白くしてくれるんですよ。ワントーンぐらい上がって、しかもこれを塗ることによって次のファンデーションのノリがめちゃめちゃいいです。なんかすごい一見白く見えるんですけど、こうやって伸ばしていくとすごいツヤも出てめちゃめちゃ綺麗になります。そしてなんといっても匂いがいいですね。匂いがめちゃめちゃいいです。これも普通にサラッと塗ってきます。サラサラ塗ってくる。ちょっとこの首のね使いにも塗っていかないと、首の色と顔の色が合わない、ダサいです。そしたらこちらのこういうなんか使い捨てのスポンジでポンポンしていきます。なじませていきます。軽くやります。はい、終わりました。ちょっと肌が白くなったんじゃないでしょうか。続いてファンデーションを塗っていきたいと思います。ファンデーションはこちらです。じゃじゃん、ミシャの BB クリームを使っていきたいと思います。色味は23番です。これしかも今 LINE さんのブラウン君のデザインになっててめちゃめちゃ可愛いね。すごいなんかまあ結構これもねすごいね伸びがいいんですよ。コスパ、しかも値段も安いし、割とこれも普通にこの内側から外に伸ばしていく感じでいきます。落ちづらいですね、これは本当に。あとなんかすごい重くないんですよ。サラッとしてて、なんかつけてる感じが個人的にあんまりしない。で、このね首の方まで伸ばしていきます。はい、一通り塗れたところで、このまたさっき使ったスポンジの使ってない部分の方をでまたちょっとなじませていきます。ポン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 ってこすっちゃうとさっきの下地とかもよれちゃいそうなので、細かく叩いていく感じでなじませていきます。はい、そしたら次はコンシーラーを塗っていきたいと思います。使うコンシーラーはこちらです。じゃーん、ザ・セムのコンシーラーを使っていきたいと思います。色味は02番のちょっと暗めです。で、最初はまずこの液体の方をニキビ跡とか気になるところに点々点乗せていきます。クマクマ、鼻周り赤くなるところ、あとこの口のなんかくすんでる部分に塗っていきます。幸いにもあまり今は肌荒れしてなかったので、ここまで塗らなくて済みそうです。そしてこのスティックの部分で、すごく眉毛の上を剃ってるので、そこの剃り跡が目立たないようにここに塗っていきます。うん、はい、こんな感じですね、ざっくり。たらこれを指でまたポンポンしていきます。これすごい優しく垂直に、さらと垂直にポンポンして、大体ポンポンしたら次クマですね。クマの方もポンポンしていくんですけど、なんかここすごいなんか指でやるの
めんどくさいんですよ、ニキビと違って。なのでここはもうある程度指で伸ばしたら、さっき使ったスポンジでもうなじませちゃいます。そしたら次はあと眉毛の上ですね。ここはすごいなんかね、そういうなんかその剃ってある部分となじませるように、なんか僕は叩くというよりもプッシュしてなんかもうなじませてます。チュッ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 みたいな、チュッチュじゃないですね、チョンチョンみたいなはい、こっちも押し込んでなんか定着させてきます。うん、じゃあ軽く軽くですね、全体的にさっきしたところもなじませてきます。はい、そしたらここで、最後ねパウダーする前にこちらのデデン RMK のグロースティックで先に仕込みハイライトを入れていきたいと思います。すごい、これももう2、3本ぐらい使いましたね。こんな感じでキラッとしてます。これをパウダーを塗る前に塗っていきたいと思います。ちょっと手で取って鼻筋にちょっとさらっと引いてなじませていきます。すごい、これすることによってめちゃめちゃ仕上げた時に、仕上げた時が違います。すごい艶ってます。でこの C ゾーンにも塗って、反対側も先にハイライトを入れておきます。でちょっと箱先ハイライトを入れたら、最後仕上げにパウダーをしていきたいと思います。使ってるのはこちらでーす。でねー、汚いけどー、チャコットの4プロフェッショナルズフィニッシングパウダー。番号は781番です。これはですね、めちゃめちゃ落ちづらい化粧が、あとすごい細かいラメが入ってて、肌をね少し明るく見せてくれます。これをこうやってポンポンして落として、まず髪の毛がつく、おでこからこの顔周りからやって、で T ゾーン、分かりやすい T ゾーンを先にやって、あとは全体的に塗っていきます。さっきコンシーラーつけたところとか念入りに漏れないように塗っていきます。鼻周りがね崩れやすいので、さっき目の下にもコンシーラーしたので、ね、ここにもあと眉毛ですね。というわけでまずこちらでベースメイクの完成です。イエーイ。やっぱ化粧する前と比べてすごい肌が若干ワントーンアップして、ちょっとツヤもあって、汚いね肌荒れなどもやクマなどもカバーできたと思います。イェイイェイイェイ。はい、というわけで本日はベースメイク編でした。もともと肌っていうのは元から綺麗な人や、少しね肌荒れしやすい人とかもいると思うんですけど、もうベースメイクをねしちゃえばね一緒だと思うので、少しでも人様に あの人肌綺麗だなとかね思ってもらえるような、メイクをねこれからもしていけたらいいなって思っております。それでは次の動画では僕がやっているポイントメイクを紹介していきたいと思いますので、そちらも楽しみにしててください。というわけで皆様、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。